鶴田善夫は日本のアナウンサー。NHK とラジオ東京 TBS で活動していた。一部文献では、鶴田善男、鶴田金夫という表記が見られる。1950年 NHK に入局。NHK 札幌放送局での勤務を経て、1953年1月にラジオ東京へ入社。主に映画、音楽各、番組。 スポーツ中継実況を担当した。1962年4月より編成局運動部兼アナウンス部。1963年11月に報道局運動部の配属となりアナウンス職を離れる。運動部長も務めた。1972年2月よりテレビ本部報道局付、同年11月よりテレビ本部報道局取材部。 1973年11月より、調査局、1974年2月より、人事室開発センター、1975年2月より、テレビ本部ネットワーク室、1976年3月より、ラジオ本部、1977年2月より、ラジオ本部、TBS カンガルー募金事務局へ移動を重ねた。ラジオ本部所属当時は、募金事務局長も務めていた。 当時の通称はカンガルーおじさん。1980年4月に TBS を定年退職。1992年2月に死去。66歳没。ありがとうございます。